逆に左曲がりたいときはさっきの道行った方が良かったな。あれもあり、うん、だって右曲がりたいときイラッとするもん。イラッとする瞬間チャラチャラ。ケイちゃんが結構外食が好きな女性じゃなくてよかった。結構いやあるじゃん、そういう。外食っていうか、なんか惣菜買って帰っちゃうから上ぐらいしかない。あ、米さえ炊けばおかずあればまあいいかみたいなことはあるけど、別にだってなんか他人と同じ空間で食うのってさ疲れるんだよね。どんだけ人嫌いなの。イラチしそう。人がやばい。でもよくこんなに人集まるな。俺そうそう。てか町田市民ってすげえいっぱいいたな。まあ町田市だけじゃないんだろうけど。だからコスプレが少なかったな。なんかもうちょっとそれうまくやれればもうちょっと変わったんだろうけど、イベントとしてね。
金台ってやったら出てくるかな。出てこないか。どうする、出てきた。旦那に感謝しようっていう時のひでちゃんが言われるけど、旦那に感謝しねえよって、あの言い方が超ウケる。安心しない、危ないよ、ぶつかるほら止まってる、短距離開けて常に。この人のあの境がずっとチャリで越えてきたから、おじちゃん辛い。お前方向指示ぐらい出しとけよ。アウトレットまで行ったんでしょ、おじいちゃん。はぁ、犬いるから吠えそう。ダメだよ。パッ吠えたので1ポカリ2ポカリ D ポカ3ポカリ頭なんで刺さった。ハッピーカルインハッピーカルワン言うたんだよ。あぶねえちゃん。ブワーン、ブワーン、ブン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 。あ、じゃあさようなら、ぷくちゃん。あ早く顔。鼻水まで出ちゃってね。アザラシがいるよ、私アザラシか。目見開いてんじゃん。This is over me. This is over me. 見て見て、この顔である。よしよし、来たな。カだって、お前おっさん見てる。カってば、なんか喉決まったの、大丈夫。カおっさんだよ、まずおっさん。てめえどっちだ、プリウスミサイルしてくれた。怖え、やっぱプリウスだよ。プリウスミサイルかと思った、今。いやでも一種のプリウスミサイルでしょ、あれを無理やり来るあたりやべえよ。普通来ないよ、あの信号変わった状態で。そりゃ逆走するプリウスもいるわけだよ。怖え怖え、こいつ右に来るんじゃねえの。でも狭いんだよね。これこんなに渋滞してんの？マークスプリングスってどこだろうね。ちょっとネーミングかっこよくね。うん、どこ住んでんの？マークスプリングスだぜって言うんで、プリングルスみたいな感じで。恥ずかしいからってさ、だって旦那に当たるのってどうかと思うな。危ないって、あの本当に危ない。忍者みたいじゃん走り方。でさ、ちょっと滑ったからってさ、水飲む。滑ったからってさ、水に耐えるのって、まあ三流かな。ノブさん、お前なんか出るじゃん。出る流。
あ、めっちゃ右右だこれ。だってめっちゃ右に曲がるじゃん。え、このバスも右なの？じゃない、左はねえだろ。直進なわけないか。これバスさ、今これだよ、ニュートラルにしてるんだけど。なんで？いや、ブレーキ踏んじゃないかな。アイドリングストップバス。こういうのっていいのか悪いのか分かんない。アイドリングストップバス。いや、アイドリングストップってあれだよ、エンジン切ってやつだよ。うん、知ってるよ。ベタベタするこのパン。おばみー。何ゴミ入れこれ。一応。入れたくない。ベタベタして汚くて持ちたくないです。お前何舐め落とし、なんで震えてんだよお前。へへへ。ちょっとちょっと。いやここで一回転してもお前にあげないんだ。うまーい。何食べたの？あ、それか。昨日食べたけど結構ね、バスさ、そんな詰めても変わんないと思うんだから。直進なんじゃないの？違うの？これは別にここ焦ってもしょうがないから詰めないよ。怖いもん。噛んでんだもん、詰めても。それな、うん。詰めてなんかも左ギリギリ行きますよとか。ね、それだったらいいけど、直進か。噛んでんだ。近すぎてママ食えねえこれ。うわー、高尾山やば。この状態より絶対臭くない。人混み見えねえ。そんな人いんの？え、これ、はい、見えた見えた。楽しくないんで、山頂混んでると山に行ってなんか楽しくねえんだよ。ジンバとかああいうさ、まあ、小仏もそうだし影信山とかもそうだけど、あんぐらいの広い山頂だったら人がいっぱいいてもさ、むしろ楽しいし安心するけどさ、高尾山の山頂であんなに密集してるとマジで。